皆さんこんにちは。2023年の7月の23日日曜日でございます。パニウツラジオを始めていきたいと思います。熱中症とかは大丈夫でしょうか？あの夏グッズのね話もしましたが、首に巻くひんやりするものが届いたので、まあ一回ね昔使ったことあるんですよ。ただ久々に使ってみようかなと思って、ちょうど庭仕事をしないといけなかったので、まあ、首に巻いてやってたんですけど、まあ確かにひんやりはするんですけれども、なんか個人的にはやっぱり口に氷戦法の方が合っているんですよね。なんか冷たいっていうのを直接的にガツンっていう刺激が強いと、まあでもなよりはあった方がいいのかなとも思うんですけれども、なんか僕はそう口の中の氷戦法の方がなんか心地いいというか気持ちいいというかっていう感じでした。皆さんは夏グッズは使っていますでしょうか？まあ中から攻めるっていうのもありだと思うんですけど、基本的に夏グッズっていうのは外から攻めるタイプじゃないですか、ほとんどね。扇風機だったりとか、まあ、ひんやりするものを、首に巻いたりとか、スプレーで冷やしたりとかね。なので内側からっていうのはなかなか、まあ、やってる人っていないのかなとは思うんですけれども、もう少しねなんかいい夏グッズとかちょっと探してみようかなと思ってます。でストレスレッグ症候群ですね、ムズムズ症候群の話もしましたけれども、今年の夏今んとこ大丈夫ですね。あの足が蒸れる感っていうのは相変わらずあるんですけど、なんかムズムズするとか寝れないとかそれで起きるっていうことがまだないので、なんか今年は乗り切れるのかもしれないです。まあその辺もね、またなんかムズムズ症候群発症したらあのラジオの中でご報告とかしたいなと思うんですけれども、まあとにかく寝苦しいので、まあ普通は寝るときにエアコンつけて寝ると思うんですけど、僕は逆で寝るときはエアコン切るんですよね。まあ在宅で仕事をしてるとほとんど、18時間近くエアコンつけっぱなしなんで、せめて寝てるときぐらいはエアコン切って内部乾燥をしないと、まあ結構18時間使ってるとまああっという間にカビるんですよ、エアコンの中。これね、エアコンの中って YouTube でエアコン掃除とかエアコン内部カビとかで検索すると、まあ本当に真っ黒なんですね。で、あのスプレータイプのは結構使っちゃダメっていう人もいて、これはまあわかんないです、真意は。ただよくあるじゃないですか、洗浄のスプレータイプ、あれって逆にカビを増やす原因になるって僕はエアコン業者さんに聞いて、まあそれが戦法なのかもわかんないですけど、2箇所同じ話をされてました。あんまり良くないよ。でも確かに、あの、僕はまあ何回かエアコンの洗浄ってちゃんとやってもらってるんですけれども、あの、ドレンパンっていうのと中の、くるくる回る部分って、そこまでは外さないんですよね。あの裏が、すっごいんですよ、カビが。それって高圧洗浄ってエアコンのお掃除って頼むと、ちゃんと機械で、ブルルルルルって、ブシューってさ、高圧洗浄機で汚れを落としていくんで、まあ、確実にあの市販のエアコンのスプレーよりは内部にバーッと直接掃除するんですけど、まあ、ちゃんと時間に余裕がある場合はそのドレンパンっていうのも外して、中の火、なんか火、なんていうかな、くるくる回るファンか、それを外してやるらしいんですけど、高圧洗浄だけでは中の汚れまで全然取り切れてないっていう動画を見まして、あ、うち確かにエアコンクリーニングの業者さん来てもらってるけど、ドレンパンと中のファンまで外してる業者さんって見たことないんですよね。で、それはあのエアコン業者でもそこまでは外さないらしいです。まあ、やっぱなんかエアコン破損のリスクとか、まあ、そこまで奥までやらないみたいな話が多いんですよね。やってくれる人は本当にマメで時間のある方って言ってたんですけど、そりゃ多分エアコンのシューっていうスプレーだけじゃそこの中までは全く汚れは落ちないはずなんで、むしろなんていうのかな、こう泡で落とすっつってもね、どうなんですかね。僕はまあ何年かに一回、まあ2年に1回が一番いいって言われたんですけど、とりあえず今年やろうかなと思ったんですけども、夏エアコン使ってるから、まあ終わったタイミングか
来年の、春前ぐらいに、エアコンの掃除してもらおうかなと思ってるんですけど、まあ、すごくね、やっぱり最初夏前に使う時ってちょっと嫌な匂いしたりしません？お店でもたまにするんですよね。ちょうど暑くなり始めてエアコン使い始めるお店が増えてきて、飲食店でたまに、ん？これ多分あれだな、エアコンの匂いだな、みたいなさ、ってなっちゃうとちょっとうってなっちゃう場合あるんですけど、まあでもそこまでね、結構高いんですよ、エアコンのクリーニングって。はい、あ。まあ高いところだと1万前後で、エアコンの自動掃除機能付きになると倍近く、1万8000円とか2万円とか行ったりするんで、1台でですよ。なのでね、結構毎年毎年はできない。で、あとはなんかエアコンの業者さんは毎年やらない方がいいって言ってた。高圧洗浄で中の金属部分がちょっと傷んでくるって言ってましたけれどもね。はい。じゃあ最初にちょっとね、余談を始めましたが、早速本題に入っていきたいと思います。今回のテーマなんですけど、まあ、頭の中を無にして症状を緩和させる、想像力を高めるっていうお話をちょっとしてみようかなと思ってます。これはですね、昔、試してガッテンって番組ありましたよね。すげえ懐かしいと思う。あれまだやってんのかな？もうないですよね、多分。あれ結構好きだったんですけど、たまに見てました。試してガッテンで、なんかちょっとパニック障害うつ的なテーマの時あったんです。まあどっちかというとパニック障害寄りだった気がするんですけど。で、実験を行ったんですね。お坊さんと一般の人がバンジージャンプにチャレンジします。この話はね、僕何回か昔ラジオでもしたことがあるんですけど、まず一般の人のバンジージャンプで心拍数を測るんですよ。そしたらかなり高いのね。で、お坊さんチームの、まあお坊さんチームっていうか一人か二人とか何人か忘れたんですけど、お坊さんがバンジージャンプをした時って心拍数が一般の人よりは上がってなかったんですね。じゃあこれはなんででしょうみたいな。なんかそんな、なんか実験をしていました。結構うろ覚えなんで、100% 合ってるかちょっとわかんないんですけど、なんとなくだと思って聞いてください。お坊さんは座禅、多分組むんですよ。で、その瞑想に近い状態をキープすることによって頭の中を無にする多分コントロールができているんではないかみたいなニュアンスだった気がします。はい。で、僕が小学校の頃って少林寺拳法を何年やつだっけな、まあ黒帯まで取ったんですね。だからまあ白、黄色、赤、緑、茶色、紫、黒だっけ、なんかもう一個あった気がしますけど、まあ、黒帯を取ったらやめるっていうちょっと約束で、結構でもやってたかな、6、7、8年ぐらいやってたと思うんですけど、その少林寺拳法の中で、1年に1回座禅会とか、まあ、合宿とかいろいろとあったんですよね。披露、その、型を披露するとか、農会っていうのが披露だっけな、農会と座禅会と、まあ、合宿ってあって、そのうちのその座禅会っていうのも、ちゃんと本格的にやるんですよ。お寺に行って、何分だか忘れたんですけど、1時間だった気がするんですよね。45分から1時間の間でやってました。それがほんと辛くて、なんでこんなことしないといけないんだと思って当初はやってました。で、まあ、もちろんこの足を組んで、まあその姿勢も教わるんですけど、本当にお寺の本堂だったか覚えてないんだけど、まあ、広いところに行って、まあ全員バーっと座禅を組むと。で、本当に動いちゃいけないんです。あれは住職の方なのかな、お坊さんなのか、棒を持ってさ、まあよくドラマのシーンとかで見たことあるんですけど、本当にこう背中の方をこうずっと歩いてるんですね。で、ピクッ、なんかこう動いたりとか、顔とか描いたりすると、まあ、本当にバーンって叩かれます。めちゃくちゃ痛いですね。容赦なしに叩かれました。まあ、さすがにその時で小学生の頃だったから、まあ、大人をバシッてやるよりは多分、多少手加減があると思います。あと昔の時代だから、今それってパワハラがなんちゃらとかわかんないけどね。で、昔はね、子供ながらにめちゃくちゃ痛い。それで泣いちゃう人もいたんじゃなかったっけな。で、あちゃこちゃさ、
バーンと音がするわけです。あの人今動いたんだなとかさ。それで本当にもう、約1時間近く、まあ1時間以上ってことはなかったと思います。足も痺れてきますよね。でも、もうずっと我慢するわけですよ。動いちゃダメ。これがね、もしかしたら僕の中で結構いい修行になった可能性があるんですよね。で、1時間ってやっぱ耐えられないので、どうするかっていうと、頭の中で結構ゲームをするような想像をしたりとか、なんか楽しいことを常に考えるように僕はしてました。ただ本来は多分無にするのが正解というかね。まあでも、いろんなことを考えるとも想像力を自分の頭の中で作るきっかけになるから、どっちにしろそれは良かったことなのかなと。うん。なんか今の辛い状況を忘れる練習っていう風に紐付けできるような気がするんですけど。で、まあその座禅を僕は体験していたので何年かね。しかも小さい頃からやっていたから、まあ今あんまり瞑想とか座禅ってそんなにやらないんですけど、でも1日10分、まずじゃあ辛ければ3分でもいいです。で、こう、正座とか座禅、足組んだりとか何でも、それはなんか座禅やり方とか瞑想、マインドフルネスっていう言葉も最近ありますけど、YouTube でやり方を見れば、まあ、なんかいろいろと解説していると思うので、まあ、最初はもうリラックスしてベッドの上とかで寝る前に、なんか5分ぐらいタイマー、スマホでつけて、やってみるといいと思います。で、本来だったら多分音楽なんもなしで無でやる方がいいと思うんですけど、例えばじゃあ、最初は慣れるまで好きな曲を2曲聴くまで、座禅をしよう、瞑想しよう、マインドフルネスをしようっていう形で練習していくと、まあなんていうのかな、頭の中を整理する練習というか、想像力をかきたてる練習というか、もしかしたらその心を無にするというか、頭の中を無にする練習になるのかもしれないっていう話なんですけど、お坊さんはその座禅を組むことで、多分こう嫌な現実からすぐに頭のコントロールをして、多分自分を落ち着かせるような練習になってるんじゃないかな、みたいな。精神統一的なね。だそこでバンジージャンプをした時に、まあ心拍数が上がらなかった。要は心の調整を多分してると思うんですよ。多分怖いなっていうのは一緒だと思うんですよ、お坊さんもね。怖いな、怖いなって思った時に、その座禅モードに入るみたいな。多分そういったことなんじゃないかなって思ったりはするんですよね。で、これがね、本当にうつの時は辛い。どうしようとかっていうのも、やっぱ頭の中が怖い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 っつって、こう、物質を発している状態ですよね。なので、頭に騙されている状況、悪い風に捉えるとね、頭に騙されているんだったら、じゃあ騙し返しゃいいっていうね、まあそういう発想になってくるっていうことなんですよ。で、それの練習をするには、日頃から頭の中をこう無にしたりとか、まあこう、瞑想してる間に楽しいことを考えてみたりとか、そういう練習をしていくと、ちょっと怖い時が起きた時に、楽しいことをこう思い出せるとか、少し症状の緩和につながるんじゃないかなって思うんですよね。これはめちゃくちゃ重要かなと思ってて、まあこの心療内科っていうかメンタル的な病気って心の病気って一般的には言われるけど医学的には脳の病気っていうじゃないですか。脳が暴走状態に入ると思うんですよね。なのでセロトニンとかノルアドレナリンとかいろんなまあいい物質をとかね、まあそういったまあ用語も使われるわけで、だから本当に脳のコントロールをうまくすることができれば症状も変えられるんじゃないかなって思ったりはするので、いろいろと座禅とかマインドフルネス、瞑想っていうのは、ぜひやってみるといいんじゃないかなと思ってます。僕もね、一時期はちょっとやってたんですけど、最近そんなに、苦手なことをしなければ、調子が悪くならないので、まあやってないというだけなんですけど、ただ本当に毎日瞑想するってすごくいいことだと思います。姿勢をピーンと立てて、なんか、棒を背中に当てられるんですよね、当初やっていたのは。で、その棒に沿ってピーンと背筋を、立てるっていうところから、まだ姿勢から習った気がしますよね。で、それをずっと維持するから、筋力もつくっていうか、だから、ぐたーっとしちゃダメなんですよ。猫背にぐたーってなるとバシって叩かれるっていうか。っていうことで、最後全員叩かれるの。それはね、ちょっと意味がわかんなかった。
もう片っ端からもうだから端っこからバン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 とどんどん自分に近づいてくる、うわ怖い怖いとか思いながら、で最初は肩にポーンと軽く棒を叩かれるんです。そうすると首を横にするんですね。でバシーンってやられるんです。でその後に手を組んでありがとうございましたっつって、まあ、声には出さないんだけどこう一礼するっていう。で、まあ、なんでポンって叩くかっていうと、いきなりパチンってやると耳当たっちゃうんで、だから、これから叩くよっていう合図を行います。で、座禅中の1時間っていうのは誰一人喋りません。咳とかもしょうがないと思います。それは多分大丈夫だった気がする、咳とか。あくびとかは多分ダメだった気がするけどね。はい。で、この話はちょっとね、何回かにわたってやっていこうかなと思ってるんですよね。いろいろとあるんです。試して合点の話もしましたけれども、結構テレビで、こういった診療を扱っていて、いい方法を紹介しているっていうのがたまにあって、あとね、ほんまでっか TV って植木さんだっけ、なんか診療内科のカウンセリー、あ、違う、カウンセラーの方だっけ、あの方もね、たまにいいことを言っていて、足湯の想像をすることによって、コントロールするみたいなようなニュアンスだったと思うんですよね。要は、まあ今は夏だからね、ちょっと足湯って気持ちいいもんじゃないかもしれないけど、真冬ってやっぱりあったかいさ、足湯ってなんかあるんじゃん、温泉ブームとかサウナブームがあるならば足湯も一つのくくりに入るかなと思って、症状が出た時に、今自分が足湯をしているんだっていう風に想像ができれば、症状が多分収まるんじゃないか的な発想で、これはたまたま僕も別の発想で同じことやっていたんですよ、無意識に。で、どういうことかというと、まず足湯が気持ちいいってことを覚えさせるためには、まあ普通に桶で寝る前にちょっとねお湯入れて足を温めてから寝るっていうことを習慣づけると、あ、足湯が気持ちいいんだって、これはもう体感的にもう想像できるわけですよね。で、その感覚をまず想像したりとか、まあ体に染み込ませておくんですよ。で、まあパニック発作の場合は、外でパニック発作が起きた時に、ちょっと目を閉じて、足湯を今自分はしてるんだ、あ、気持ちいいなっていうちょっと感覚を呼び起こしていくっていうことなんですよね。それで今の辛い状況を、脳を、こう幸せな状況を想像するようにして、今は足湯をやってるんだっていうことを上書きしていくみたいなさ、まあ騙し返すみたいな、まあそういうニュアンスなんですよね。で、これはでも足湯がもう気持ちいいよって分かっている人は、別に足湯が気持ち、そのなんていうか足湯の練習ってしなくてもいいかもしれないんだけど、確かなんかね、足湯の話ってね、してて、あ、これ絶対いいなって思ったことがあります。だ、爪もみもそうじゃん。爪、まあ歯医者の時も僕、爪もみか、膝とかをこうつねるって言ったんですけど、要は絶対例えば注射でも、歯医者の治療でも、足をギューってつねった方が痛いはずなんですよ。だからまあ、そっちに気をそらすってことですよね。爪もみは痛気持ちいいって言いますけれども、まあ、症状が出た時に、こう、胸あたりの不快感とか、うん、上ってくると思うんですよね。ちょっと頭がふわふわみたいな。そういった時に、こう、上半身じゃなくて、指だったりとか、膝だったりとか、つねってみたりとか、爪もみして、ちょっと痛気持ちいい感覚を、そっちに意識を集中させることによって、まあ、脳の敏感なパニック発作的な部分を捉えているところを、こう、背けさせるみたいな。まあ、うつに関しては、そうですね、やっぱ辛いなっていう時に、足湯をしてみたりとかすると、ちょっと落ち着いてきたりとか、っていうことなんだと思うんですよね。まあ、うつの場合は、実践的にもう少しやった方がいいかも、想像するようにするっていうよりは、結構、状態が長いじゃないですか。辛い状態がすごく長く続くから、まあ、気分転換をいくつかできる方法をいっぱい身につけておくっていうのがいいかもしれないですね。でも、いずれにせよ、その、瞑想だったりとか、まあ、想像力を高める。例えば、自分は今足をしているんだとか、あとはなんか、好きなアニメだったら好きなアニメのシーンをなんか思い描けるとかでもいいかもしれないですよね。とにかく今の辛い状況からこう背けることの練習をするっていう、まあ、ことなんですよね。はい。で、僕が
カウンセリングの足湯の話を聞いた時に、同じことしてるわって、これは何をしていたかっていうと、僕一番落ち着くのがベッドで寝ている瞬間なんですよ。だから発作来た時とか辛いなって言った時は、僕は結構仮眠しちゃったりとか横になっちゃうんですよ。そうするとちょっとふわーっと肩の力が抜けていくっていうことなんですよね。で、まあ辛い時とか、そのパニック発作起きている時とかって、すっげー肩に力入っているのに気づいたんですよ。これも日記で書いてたと思います、確か。なんか首もが疲れる、あ、首に力が入ってるのかもしれないみたいなね。まあ日記は自分を理解する方法ですよっていうのも話しましたけれども、多分皆さんも首とか肩に力が入ってないかって意識してみてください。辛い時とか、そうですね、発作の時とか、緊張感があるとどうしても筋肉がこわばるみたいな。だから、まずは肩の力を抜く練習もするっていう、脱力の練習もね、結構良かったですね。だから瞑想とかもそうですよ。リラックスだから、このリラックスする方法を、こう、覚えると、要は、多分、副交感神経がファーッと働いて、自律神経も、整えるっていう効果もあるかもしれないんですけれども、とにかく横になってベッドに寝ている時とか布団に入っている時って、ずっと首とか肩に力入っている状態じゃないですよね。おそらくもう力がふわっと一番抜けている状況だと思うんですよ。それがしかも横になっているから、僕は多分その状態が一番リラックス状態で、しかももう横になれなっているから、いつ寝てもいいみたいな、まあそういう感じなんですよね。で、その今自分が一番リラックスしてベッドに横になっている感覚をいつでも思い浮かべるような練習というかをちょっとしてたことがあるんですよね。ああ、収まってきた、やったーみたいな、いつでもこの感覚が味わえればいいなっていうのが最初だったんですよね。あ、だったらこの感覚を覚えればいいんだと思って、まあ横になった時に、ああ、このそう、肩の力が抜けていく感じとか、自分がこう第三者目線でベッドの上に横たわっている想像するようにしたんですよね。パニック発作起きている時に目を閉じて、今外にいないんだって、今家の中にいるんだってまず想像して、で、ベッドの中で横になっている自分を想像するっていうことをすると、ちょっと落ち着いてくるみたいなことはあったので、まあ、使えると思います。で、それの足湯バージョンがあるってことですよね。なので、自分が今別に足湯をしているわけでもないし、ベッドに横たわっているわけではないんですけれども、それをいつでも想像して、あたかも今やっているように思うことができれば、いろいろな緩和措置に使えるっていうようなことはあるんじゃないかなというふうに思います。はい。なので、ちょっとね、話も長くなっておりますが、結構頭の中のコントロール、脳が暴走しているんであればその暴走を止める、それは無にしてみたりとか、無にするのって結構どうやんのって難しいと思うんですけど、でもね、座禅やってると何も考えてないみたいなたまにありますよ。だから寝てる時なんて無ですよね。寝てる自分なんて多分覚えてる人いないと思うので、で、まずそれをねやってってみるといいかもしれない。3分間。最初はなんか習慣づけないと意味ないから、まあ瞑想をやるために、続けられる好きな方法からでもいいと思うんですよね。好きな音楽を聴きながら、まずは、じっと3分間耐えてみるとかでもいいし、まあ5分、10分で、だいたい10分、15分を目指していけばいいと思うんですけれども、で、音楽切ってみて、本当何も考えないで見てみるっていうね、こともやってみるといいんじゃないかな。まあ、結局続かないと思います。辛いけどいきなり10分できる人っていうのはいないと思うけれども、最初 2,3 分から何もこう、じゃあちょっと今からタイマー1分間はちょっと何も考えてないで見ようみたいなさ、それの徐々にこうやっていって感覚掴んできたら、その無にしている状態を増やしていくとかやっていけばいいんじゃないかな。だから無理なく続けるっていうのが一番大事なんで、いきなりハードル高いところからやったら多分続かないと思うので、瞑想、マインドフルネス、座禅っていうのは、まあ、頭の中のコントロールをするきっかけになるかもしれないよっていうお話をね、今回はしてみました。はい、じゃあ最後に質問いってみたいと思います。親と鬱のことで喧嘩になります、理解してもらえる方法ってありますかっていうような、まあ、ざっくりとね、したちょっと質問にまとめました。これはね、すっごいテーマが大きくて難しい
ですよね。まあ簡単な質問なんてあんま多分ないと思うんですけど、これね、人それぞれ考え方違くて、僕の中の話だと、まず人に理解してもらえるっていう考え方をちょっと捨てたんですよね。まあ全くできないかっていうとわかんないんですけど、やっぱりたとえ親であっても自分のその辛さって親は体験したことがないからわかんないんですよね。でついついカットしたりとか、なんか機嫌が悪い時には本心じゃないことをバッと言ってしまう。でそれについその時にすっげえ傷ついくみたいなのがやっぱり、あるんですよね。なのでちょっと僕の答えはもう理解してもらえるって思っちゃうと、もしそれが理解できないことであるならばずっと願いが叶わないってなっちゃいますよね。だから、あ、人はもう理解してもらうってことは無理なんだ、じゃあ少なからずともちょっとでもなんか分かってもらえればいいかなっていう考えに僕は変えちゃったんですよね。はい。なので病気も要は治すから一緒に付き合っていくに変えたというので一緒で、完全に理解じゃなくて一緒になんかうまくできる方法を模索していくっていうことにしたんですよね。で、これも学生の方だったらちょっと辛いですよね。経済力もないから親と離れることもできない。ただ自立している方であれば、まあ仕事ができるできないの問題もあるかもしれないんですけど、まあ親と喧嘩をして本当にそれが症状につながったりとかするんであれば、まあもう離れていい距離感で暮らすっていう方が僕はいいような気がします。で、親で理解できないってことはちょっとまた話広げると、例えば恋人だってたりとか結婚した相手でさえも理解は難しいって思ってます。だからまあ分かってもらえるように説明はしたりとかするんですけれども、完全な理解っていうのは自分以外はなかなか難しいんじゃないかな。病気の同じ痛みを分かっている人で病気の話してもやっぱり話が結構すれ違うことっていうのもあったりするんですよ。ただでさえ同じ苦しみを味わってる人でも 100% の理解ってやっぱりないと思うんですよね。なので理解してもらうっていう考えからちょっとなんか変えてみる、分かってもらえるにはどうしたらいいのかなとかね。でも辛いことは言われるっていうのはでも継続になっちゃうから、そこは辛いですよね。だからその辛いことを言われない環境に自分の身を置くとか、要は距離感っていう方法僕だったら取るかなって思いますね。で、自分のケースで行くと、うちの親がね、医療関係なんですよ。で、パニック障害になった時にめちゃくちゃ調べてくれたんです。それで、僕すごい安心したんですよね。あ、すごい、そこまで調べてくれたんだったらもう大丈夫かなって思ったんですけど、めちゃくちゃ何回も喧嘩しました。パニック障害のことに関して。特に、自分が病院に行けなかったとか、電車に乗れなかったっていう話をすると、なんでもっと頑張んなかったのって言われるんですよね。もうそれ言われるともう吐き気するぐらい傷ついちゃうんですよね。自分は、え、頑張って行ったんだけどできなかったんだよってことを今言ったんじゃんって言ったら、いやでも行けたかもしれないでしょって言われるんですよね。で、その時雨がちょっとゲリラ豪雨みたいにザーッと降っちゃって病院に行こうと思ったんですけど、ちょっと急にわーっと途中で雨降っちゃって怖くなってって書いちゃったことあったんですよね。で、僕としてはやっぱり日頃のことっていうのを親にも話したいから、今日ね病院行こうと思ったんだけど行けなかったんだって何気なく確か言ったんですよ。そしたら何か機嫌が悪かったのかよくわかんないんですけど、パチンとなんか親のスイッチが入って、なんでそこでもっとなんか行ってみようって努力しなかったのみたいな、なんかそんなことなんかめちゃくちゃ言われて、でもそこから自分の意見を押し通しちゃうと、もうお互い方向性が違うからどんどんこじれるだけなんですよね。だからそういう時はもう、あ、分かった分かったっつって、もう話はぐらかせてその話ストップしちゃった方が多分いいと思います。電車の時もね、未だにたまに言われるのは、親も多分分かってるんですよ。僕はもう電車苦手で乗れないとか分かってはいるんですけれども、
まあ、例えば最近あったのはやっぱりね、お葬式の時にどうしても冠婚葬祭的な部分ってね、お出かけしないといけないって言った時に、ちょっと遅刻してしまったことがあって、その時に、なんかもっと電車乗れるようにしないともうダメでしょとか、やっぱバーッと未だに言われますもんね。だから、人の気持ちなんて分かってた人としても多分気分で変わっちゃうと思うんですよね。なので、本当にここはね、もう残念ながら、絶対分かってもらえるんだっていう気持ちでいくと、要は期待をしてしまうから、期待に対してって裏側って裏切りですよね。裏切られるっていう気持ちってめちゃくちゃ落ち込むじゃないですか。だからもう人ってそういうもんなんだって思って、もう裏切られた時になんて自分は考えたり、まあ気分をはぐらかせるのがいいかっていう方法を考えた方がいいんじゃないかなって思いますね。で、その方法ってどんなのがあるのかっていうのをちょっと僕まとめてみますね。今までどうしてきたかっていうのは。でも、どっちにしろさ、喧嘩をしない人っていないじゃん。友達と喧嘩しなくても多分親とかと喧嘩ってあると思うんですよね。だから、そもそも病気のことで言い争いになるっていうか、そもそも人と人なんて対立するし、意見って違うので、その中で、難しい病気のテーマに関して、やっぱり相手にいつでもいい言葉をかけ続けられることっていうのは難しいと思うんだよね。だから逆に、そう嫌なことを言われた時にどう、まあ、さっきの頭の中をうまい変換の仕方をして、こう収めていくかっていうね、そっちの技術を磨いていった方がね、僕はいい気がします。はい。あと最後にもう一個。親とこじれているときに一個だけね、有効な方法があるので、それだけお話ししますが、これでもまたちょっと同じ話、こっからもしかしたら繰り返しになっちゃうかもしれないんですけど、また今度話しますね、ゆっくり。親を病院に連れていくっていう方法あります。これはね、やっぱ一時期うちの親、僕何回も電車に乗って乗れなかったときに、結構、親としてはやっぱりね、後で聞いたんですけれども、やっぱり心配がゆえに言ってるらしいんですよね。この子はいつまで経ってもこう電車に乗れないとか、仕事に影響出るんじゃないかとか、大丈夫なのかっていうことで言ってるんだけど、やっぱり強くどうしても当たっちゃうっていうことだったらしいんだけど、まあそういうことを言われててすげえ、まあ落ち込んでいた時に、まあ武蔵小杉の例のね、ラーメンと自転車の例えをするあの先生ね、に、相談したんですよね。ちょっと親と、なんか揉めることが多いって言ったら、まあ、その先生はすごいね、やっぱいい先生だったね。じゃあ親を連れてきてみますかって提案してくれたんですよ。もしかしたら、親が病院に来れば待合室の雰囲気とか、で、診察も一緒に見ますよって言ってくれて、で、今の僕の状態を、まあ、一緒にね、まあ、いつもどういうふうに、先生とお話をしているのかとか、あと先生の方から、ちょっと、何か補足をしてもらったり、まあどういうふうにやるんだかわかんないけれども、とにかく親を一回病院に連れてきてみるのはどうですかって言ってくれて、あ、それめっちゃいいじゃんと思ったんですよね。で、親に、ちょっと今度時間あるみたいな。一回病院一緒に来てほしいんだよね、つって。で、いろいろと先生と話して、先生もちょっとお母さんと一緒にね、お話しした方がいいんじゃないかってことになってるって言って、まあ、そこをどう説得するかってちょっと難しいんですけど、まあ、でも先生からも言われたみたいなことで、まあ、うちの親は全然いいよって言って来てくれたんですよね。で、やっぱりね、診療のまず待合室に入ったタイミングから、あ、うちの子ってこういうところにしっかり通って、で、まあ、こういう周りにはね、多分辛そうな人がいっぱいいてって、まず何か感じ取ると思うんですよ。やっぱ実際先生のそういった診察室に入って、こう話を聞くと、あ、病院の中で結構辛い思いしてんのかなとか、まあ、あとはもう先生がどういうふうな話をするかなんですけど、まあ、先生からでもそんなにすごい説得するとか、変な嫌しいような話ってのは別に特になかったです。ただ単に、その病院の雰囲気を実際に肌で感じるっていうことが、大事っていう多分考え方だったと思うんですけれども。でもね、結局その後感想は僕は求めませんでした。どうだったっつっても、結局なんかね、意地っ張りな可能性もあるじゃないですか。プライドとかあって、まあ別に普通なんじゃないとかさ、言われるのもちょっとショックだから、別にその後どうだったっていうのは僕は話さなかったですね。
まあ今日はありがとうねっつって、じゃあちょっと買い物するから俺こっちから帰るわっつって、もうそのまんま別れたっていう感じだったと思うんですけど、でもね、その後からやっぱりちょっとね、なんかあんま言わなくなった気がしますよね。なので、なんか親と衝突がある場合は、一度親を心療内科の待合室、もし、まあそうですね、まあ診察までが一番いいんですけど、一緒に病院に行ってみる。で、自分がどういうふうにいつも、診察を受けているかっていう様子を、なんか授業参観に似てるんじゃない？そうですよね。まあやっぱ学校で自分の子供はどうやって勉強してるのかみたいなさ、まあそれに近い部分があると思うんですけど、それを間にかますだけでも結構ね、変わるんじゃないかなって思いますよね。はい。なので、この話の続きももう少しちょっとしたいので、もう30分過ぎたんで今日はこの辺で終わりたいと思います。今日は頭の中を無にして症状を緩和させる、想像力を高める練習をするといいと。で、その方法としてはまあ、瞑想、マインドフルネス、そして座禅とかね。とにかく自分のやりやすい方法からまずは試してみてください。あとは自分がどういう風なリラックス法があるのかっていうのを、まあ、例えば足湯とか、僕みたいにベッドに横になっている自分だったりとか、そういう自分を想像するような練習をして、第三者目線で思い浮かべることができれば、まあ症状が起きたりとかした時に、まあ、そういったリラックス法を実践したりとか、想像してあたかも自分がしているように、なんか疑似体験をさせるみたいなね。まあ結局脳の指令がバーッと暴走しているから、それをこう止めていくっていうことになるんだと思うんですよね。はい。で、親と理解っていうことで、なかなか親友とかでもなんか難しいと思います。親友ともやっぱね、一時期喧嘩になったことあります。まあ喧嘩ってことでもないんだけど、すごくパニック障害になってから、いろいろとなんかね、そのお友達は施術できるからマッサージしてくれたりとかっていうお友達だったんだけど、一回なんか親のことになった時にちょっと、なんか甘えるなよみたいな、やっぱこと言われちゃって、なんだよみたいになっちゃったことがあるんですよね。そんな別にあれですよ、その後はすぐ何事もなかったように、あ、この前ごめんねーってさ、お互いまあまた会うことになるんで、思いっきり喧嘩したっていうわけではないんだけど、あ、やっぱちょっと理解っていうのはもう難しいんだなってやっぱ思いましたね。だって僕の病気のことを心配して毎月かな、来てくれている友人だったんですけど、なんかしことのやっぱ一言で、なんか友人もちょっとそれは違うんじゃないみたいになっちゃったことがあって、それは人それぞれこう思うことが違うわけですよね。だからやっぱそのままこう理解してもらえるってまずは思っちゃうと、理解が僕は難しいと思っているから、そういった時に思考をうまく変換して、まあ前向きに捉えていく、あ、理解はやっぱ難しかったか、まあじゃあちょっと自分なりにとりあえず謝るだけ謝っといてとか、わかんないけどね、その場をうまくやり過ごす方法だったりとか、まあその話をなるべくしないとかね、病気の話を避けていくとか、何かしら、うまく、それもなんか日記にいろいろと書いていくといいですよね。自分の気持ちをまとめていってっていうことですかね。はい。じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ちょっと40分ぐらいね、話しちゃいました。また次回のパニューズラジオでお会いしましょう。さよなら。